はい、皆さんこんにちは。体幹バランストレーナーの小葉勝美です。そして杉浦です。はい、今日はですね、まあ、新しい体幹バランストレーニンググッズの、まあ、紹介でファンクショナルクッションと言います。これのやり方をちょっと説明したいなと思います。1個のやり方とあと2個使ってね、やり方があるので、まずは1個で使うストレッチバージョンから紹介したいなと思います。じゃあそれではレッツまたね。はい、じゃあ1種目目のストレッチになります。お尻のストレッチですね。でファンクショナルクッションのこの端っこのところに手を置いていただいて、足90度、はい、足を組みます。でこの時に太ももの上にね、ちょうど足首がねつくような形にして、こう中にね入らないようにしてくださいね。はい、ここがしっかり伸びているように、はい、ゆっくり息をふーっと吐きながらね、はい、しっかりここが伸びるようにしてくださいね。まあ、股関節もね緩みますからね。これを10秒やりますね。はい、数えていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、この状態から、はい、倒していきます。足を組んでね倒していきますね。そしてこの足を両手で使います。この状態から1、2、3で引き寄せて4、5、6、7、8、9、10。はい、逆足行きましょう。足を組んでもらって、はい、息をふーっと吐いて前、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、倒して、はい、引き寄せます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これ連続でね、次は内転筋いきます。はい、足裏同士をね合わせます。でつま先持ちますね。でしっかりね骨盤立ててくださいね。はい、この状態から息を吐きながらふーっと前に倒します。でここでキープします。はい、じゃあもう一回いきますよ。はい、3秒で息を吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK です。はい、連続して今度もも裏いきます。はい、右足をまず伸ばしましょうね。で反対の足はね折り曲げて、ちょうど膝の横のところにこう足の裏が来るようにして、ちょっとねかかとはね少し体の方に寄せていただいて若干曲げます。この状態の方が太もものね中の方に来るので、こっから、はい、つま先を持っていただいて、でゆっくり息を吐いて、はい、しっかり伸ばします。こういうやり方ですね。もう一回いきますよ。3秒でいきますからね。はい、せーの、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、逆いきましょうか。はい、じゃあ3秒で倒していきます。はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK です。はい、今度ね開脚です。ファンクショナルクッションがあるので、しっかりね骨盤が立てられるので前に行きやすいと思いますね。でファンクショナルクッションがないと骨盤がやっぱり下に下がって、硬い人は前に行きづらいんですよね。なのでちゃんとこのファンクショナルクッションのこの角度が骨盤を立ててくれるので来やすくなります。で、まあ、一番分かりやすいのが手をね顎のところについて、でこれがちゃんと肘がつく、柔らかい人はこのまんま足首をこう持ったりとかしてね。はい、じゃあ手を顎に置いて、でここで3秒で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう形です。はい、で続きまして腸腰筋いきます。はい、このクッションね、はい、こういう形を置きますね。膝が痛い子がいますよね、オスグッドとかで。でファンクショナルクッションね柔らかいです。高反発のねウレタン製のものが入っているので、沈みますので、膝に優しいの でこの状態で足を前に出しますよね。それで上体を前の方に持っていって、ちょうどここの腸腰筋という筋肉ね、ここを伸ばしていきます。でそして体をぐーっとひねって10秒キープですね。
はい、じゃあ一回これでやりましょうか。はい、息を吐きながらひねります。1、2、スタンストップ、4、5、6、7、8、9、10。はい、これでもうちょっと伸ばしたいなっていう人がいたら、はい、自分で、はい、足の甲を掴んでまっすぐにして、はい、このままキープ。はい、いきますよ。はい、このままキープ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、逆いきましょうか。はい、この姿勢を作ったら、はい、ひねって、1、2、3、キープ、4、5、6、7、8、9、10。はい、じゃあ足首持ってね、ぶれやすくなるから、まあ壁がねここにあるとしたら、まあこういうふうにね壁つかんで、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、今度はねお尻いきますね。次のストレッチですね。はい、股関節周りとお尻のね、中の方の筋肉を伸ばしていきます。ファンクショナルクッションのところにね、はい、かかとをこう置きますね。で、足はピンと伸ばします。はい、この状態で、はい、体前に倒して、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、逆いこうか。はい、伸ばして、はい、後ろ足ね、しっかり、はい、伸ばしていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。はい、次ね、背中伸ばしますね。ここに膝ついてもらって、はい、ここに手をこういうふうに置きましょう。しっかりこう掴んでもらって、で、ここから、はい、腕をぐーっと中の方に入れましょうか。はい、キープ。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これでね、ファンクショナルクッションの1個を使ったストレッチのメニューを紹介しました。皆さんもですね、基本的に大きな関節をねしっかり伸ばすことが大事ですし、小学生から中学生の年代にかけて成長痛がねやっぱ多いです。膝のねオスグッドと呼ばれる成長痛があったりとかするので、しっかりねこの腸腰筋というところをね伸ばすような形にしてください。じゃあ頑張ってストレッチをして怪我をしない体にしましょう。